鍵ね、今持ってないです。デジタルキー。お、ちなみにこのアルソック駆けつけサービスは、駐車中の車が異常を感知するとあなたのスマートフォンに通知が来ます。まあ、これちょっとそのまま継続しようかちょっと悩むところですけどね。まあ、ホンダ車はそんなに狙われねえかっていう感じもするけども、まあね、一応この私のホンダ品もね、これ460万ぐらいしましたんでね。ハザードとね、ブザーが使えるんですよね。ハザードやってみよう。お、着いた。おぉ、うわ、すごい。鏡面仕上げ。あ、これで電池が、おぉ。無事ありました。お買い物の位置が分かるっていうね、感じでした。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、皆さん車のセキュリティどうしますかという動画です。見て見て、これすごないこれ。ねえ、やっとね、ちょっと仕事部屋っぽくなりました。ゴールデンウィーク中ね、ずっと家の片付けしてて、ついに念願の机を手に入れました。これね、すごいですよ。ほら、スタンディングになります。しかも電動みたいなね。すごいよね、これ。いつもね、横の寝室で、小さい机でやってたんですけど、これ、イケアで買いました。スタンディングの電動のやつです。机です。これね、ほら、後ろ、LED をね、つけたんですよね。ほら、見て、これ。かっこよくね、これ。しかもね、携帯で色が変えれます。ほら、緑とか、赤とか。これね、いろいろプログラムできますね。すごない?これ。めっちゃかっこいいんよ。で、そんなことよりも、これね、今、調べてたんですよ。これね、実は1年間ね、無料で、使えるんですよね。ほら。基本パックがね、緊急サポートセンターとか、ホンダリモートね、エアコン操作、芝それ操作、ね、車を探すなどですね、それが550円でついてます。追加オプションがね、アルソックの駆けつけサービスとか、デジタルキーね、スマホでね、ホンダEの鍵が開けれたりとか、遠隔操作できます。で、Wi-Fi サービスとか、まあ、この辺ね、有料なんですけど、Wi-Fi ね、最初の1回だけは無料で、それ以外はなんとね、12ヶ月無料ということで、まあ、これやらんことはねえだろうと。ちなみにこれが、ホンダトータルケアの画面です。私のホンダEね、なんと5800キロ走ってます。で、これね、アルソック駆けつけサービス。これもね、実は無料だったんですよ。これ330円なんですけど、まあ、無料期間ということで、申し込む。ちなみにこのアルソック駆けつけサービスは、駐車中の車が異常を感知すると、あなたのスマートフォンに通知が来ます。車の安全を守ります。ということで、これすごい頼りになるわ。一体どれぐらいでね、駆けつけてくれるんでしょうね。この車のつながるっていうのでね、このマイコースっていうのが選べます。まあ、こんな感じで、行きたい場所と、出発地ね。はい、これ大阪から東京ですね。おお、すごい距離あるわ。まあ、高速の料金とかね、8240円出てます。6時間23分で行けると、500キロありますね。あとね、これホンダと関係ないんですけど、これ買いました。じゃじゃーん。エアタグ。はい。これね、アップルのエアタグ。これまず開封していきますね。これどうやって開けんの?あ、これか。ででーん。あ、すごい。こんな感じか。おー。おー。これなんかメダルみたいで綺麗。おぉ。うわ、すごい。鏡面仕上げ。あ、これで電池が、おぉ。未来的な音がした。オセロみたいな。で、これベルキン。やばい、商品レビューも久しぶりやな、なんか。車ばっかりレビューしてたんでね。すげえ、このプラスチック感。こいつにはめるんかい?どう?まあ、とりあえずキーホルダーって感じやな。これで、これ探せんの?ほいほい。みっちゃん、みっちゃん。これでコントロールできんの?っていうか、バッテリー残量 25%、あと48キロしか走られへんの。これね、車の鍵、ロックアンロックと、エアコンね、これオンにする。エアコンを家の中から操作しております。
エアタグ反応しとるわ。よし、どっか忘れてこよう。これ電子キーが使えるからね。では行ってみよう。はい、私の本田さん。これ鍵ね、今持ってないです。デジタルキー。お、でしかも家からクーラーつけたんで冷えてるはず。お、冷えてる。冷えてるけど電池が減ってるよね。あ、こんなん出るんや。押しても今ねオンならないでしょ。それがこのピンコード打ち込みます。ピンコード打ち込みました。え、これでこれでオンできるんかい。オンできるんかい。すげえ、鍵がないのにできたぞ。はい、今ね、まあ、鍵はねとりあえず忘れた体で実は持ってきました。後でねちょっとどんな感じか探してみようと思います。うちの奥さんが買い物行ってる間ね、どこまで買い物行ったかなっていうのをちょっと、探してみようと思います。で、これね、アルソックのサービスとかこのホンダトータルケアに加入してる、ホンダの車はこういったことができるということですね。ですので、フィットとか今度の新しいベゼルとかね、皆さんこれ実はできますので、ぜひとも、まあ、1年間無料なんでねやってみてください。いや、このアルソックのこの1年間サービスっていうのもかなりねいいと思いますよ。まあ、これちょっとそのまま継続しようかちょっと悩むところですけどね。ホンダ車はそんなに狙われねえかっていう感じもするけども、まあね、一応この私のホンダ品もねこれ460万ぐらいしましたんでね、一応高級車ですよね。パッと見はねこれすごい小さい車なんですけど、はい、というわけで皆さんも加入してみてくださいね、ぜひとも。はい、今ねとある駐車場にいます。ホンダEをね探すやってみようと思います。広い駐車場で、まあすぐそこにあるんですけど、もし自分の車がね今どこにあるかわからないと言った時にハザードとねブザーが使えるんですよね。ハザードやってみよう。お、着いた。ここですよと。あ、こんな音鳴るんか。ロックしとこう。で、私のね車の鍵ね、今うちの奥さんが今位置が分かるのかな。これホンダEの鍵探す。ホンダEの鍵一体どこに行ったんでしょうね。iPhone で探してます。今無事ありました。お買い物の位置が分かるっていうね感じでした。はい、というわけで今日はねこのホンダトータルケアでセキュリティを強化したのとこのエアタグですねのご紹介でした。もし私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダEのセキュリティを強くしてみたでした。じゃあね、バーイ。